今日から新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行しました。3年余り続いたコロナ禍の大きな転換点を迎え、町や企業にどのような変化があったのでしょうか。今朝8時過ぎの品川駅。新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行して最初の出勤です。マスクを外している人の姿も見られますが、多くの人はマスクを着用しています。マスクの着用は多くの人が継続しているようで、着用が個人の判断に委ねられることになった3月13日と比べても大きな変化は見られませんでした。街からは、自分の自己防衛のためにもやっぱりマスクした方がいいのかなっていうふうには思ってます。やっぱり電車とか乗るときは多くの方も自分含めてマスクはつけたままですし、大きな変化と言われると実感はないかなというふうに思います。その一方でマスクをつけない人が増えていると感じている人も。外歩くときとか、最近は電車とかでもあまり気にしないでつけないことが多かったです。マスクが皆さんやらなくなったので、まあ、ちょっとそこがちょっと明るくなったかなっていう感じがしますね。コロナ禍の3年を東京 MX が取材し続けた神田にある飲食店日本酒ホタル。店長の山畑さんはこの5類移行を心待ちにしていたと話します。長かったですね。もうコロナじゃない時のことを思い出す方がなんか遠い昔のような感じがします。休業要請や酒類提供の禁止などコロナの大きな波に揉まれてきた飲食店。5類移行によって制限のない自由な営業へと戻ることになります。この店では3月にパーティションを取り外すなど店内のコロナ対策を緩和してきましたが、入店時のアルコール消毒は今後も継続していく予定です。ただ5類に変わったっていうだけであって、コロナっていうのが全く終わったわけではないと思ってるので、その点の緊張感はやはり飲食店の従業員として緊張感を持って今後も続けていきたいと思っております。